チャオ、あっちゃんです。あっちゃん眠たい。昨日はよ寝たのに。はい、これね、お弁当、めっちゃ久しぶりのお弁当作りしていきましょう。顔洗ってくるわ。はい、みきちゃんのお供えしていきます。はい、ご飯。で、はい、卵焼いていこう。めっちゃ久しぶりやから、勝手がわかんなすぎた。今日はね、朝起きる直前にみきちゃんの夢見た。すごい切なかったよ。オリーブオイル完全に凍って、完全じゃないけど、よっしゃ。白だし、白だしを。で、すごい手際が悪いの、今日は久々やから。卵はしっかりになってるかな。今日はね、ハムが破れちゃったわ。できた。よしょう。卵を焼いて、あ、ニンニャとかも買ってきてないな。そうね、なんか忘れてると思ったら卵を焼いて、どうしよう。では、豚を炒めていきましょう。軽くオリーブオイル。パスタを炒めましょう。お弁当サイズに切って、お弁当、まあそんな手際も味もしてないと。軽くもさっさと拭き取ってここにね、スーパーマーケット雪国きのこセット、3種のきのこが入ったセットがあって、しめじ、ちょっと大きいか、しめじ。エリンギ、まいたけ、炒めます。軽くトリュフソルト、いい香り。お弁当ね、軽くトリュフ入れるとね、全然感じが違うんで、高級感が増すっていう。きのこをさっと固定しましょう。暗いから、寂しい。昨日の夢が切ないんで、余計に昨日というか今日起きたての夢が切ないんでね、すごい寂しい。軽くね、オイスターソース、ほんまに軽く。これを軽く絡めて。で、醤油。あ、入れすぎた。どうしよう。忘れずにね、赤ウインナーやいろいろ買いに行かなあかんね。ウインナーを買い忘れちゃったわ。赤じゃない、ポークウインナーやったけど、ポーク嫌がるからね、うちの子。よいしょ。ちいかも焼いてみよう。ってるな。食べてみましょう。焼いたら美味しいよね。では、お弁当箱詰めていきましょう。生塩卵焼き。あ、チーズ入れんだな、今回ね。まあいいや、ハム卵ね。グダグダやわ。では、こんな感じに豚さんをソテーしたものときのこをソテーしたものの間に、いつものようにね、卵。昨日赤ウインナーも買い忘れです。結構いろいろ買い忘れたな。チーカマ。チーカマと、いつものレモンバジルの唐揚げ。よいしょ、これ子供喜ぶからね。ここに何か入れましょう。うまいこと取れへんな。くるくるくるっと巻いて、ここに。お花のように入れて、ブルーのチーズを入れましょう。ブルーチーズのベビーチーズ。本物のブルーチーズのこと思ったらね、味悪いけど、これ子供のあっちゃんも好きやねんけど。これね、ぎゅーっと押し込んでおきましょう。では完成です。はい、3学期初めてのお弁当、久しぶりのお弁当はね、ちょっといろいろと買い忘れたものがあって、結局あるものとちょっと買ってきたもの、メインで買ってきたお肉ときのこで作ってみました。豚肉の、オイスター焼肉のタレ炒めと、きのこの、オイスター醤油ソテーと、あと、バジルチキンと、ハムチーズとチーチク、じゃあチーカマを炒めたやつでハム卵、これで完成です。では、3学期初めての弁当喜んでくれるかな。ちょっとねこれでお出したいと思います。はい、ということで時間配分はね、それなりにうまくいけたと思うねんけどね、ちょっとお弁当がグダグダというか赤ウインナーとかなかったんとかね、ちょっとのあれで赤身が、あまり少ないのとかいろいろあるけどもね、自分なりに納得のいく出来じゃないねんけども、これでね、今日ちょっとお買い物行ってきていろいろ買ってきてでねメイン食材とかもあんまりないんでちょっといろいろ買ってきて。また明日からのお弁当作り頑張っていきたいと思います。では、またね、久しぶり、3学期のあっちゃんのお弁当作り、よかったよと思ってくれたら高評価で楽しみにしてくれた人とかね、応援コメントとかあったら嬉しいです。では、またね、バイバイ。チャンネル登録してこれから見てください。チャンネル登録のね、数と、高評価があっちゃんの励みになります。よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。次、朝ごはん動画でお会いしましょう。